右と左ライトの数違うんですよ。どうもチャップです。スプラトゥーン2をプレイしていきたいと思います。ということで今回はですね、必戦とイカ速 3.9 神ギアの組み合わせはもうめちゃくちゃやばいねっていうね動画を撮っていきたいと思います。ほんまにね、ほんとに強いと思うんですよ。アップデで必戦めっちゃ強くなったでしょ。振るのが速くなった、プラスイカ速で移動するのも速い、振るのも速いし動くのも速いし、そんなもうめちゃくちゃチートやんみたいな感じのね動画にしていきたいわけなんですよ。だからガンガン前に出て、うーわ必戦最強やんっていうのをね皆さんに見ていただこうと思います。さあ富士坪スポーツクラブで緑のインク、緑の必戦ですね。インクと武器の色一緒やからこれ勝ち確やわな。はいということで頑張っていきたいと思います。いやチャージャー多いな敵の人ナイスとしていきましょうか。あの遠距離部隊にこのイカ族 3.9 の凶悪な必戦がもう突ってもう荒らしまくるという試合展開になることがまあ僕は理想ですかね。もうガンガンいきましょう。ほんとエグいですよ。もうどんだけ前くんねんて、必戦にプレッシャーかけられたらもう無理やでっていう感じ。ほらもう見てインクアーマーもついてる、インクアーマーもついてねんから、こっちはインクアーマーでついてる。うん、2発当たったと思ったら2発当たってないという衝撃まあこうやって暴れまくるっていうわけですね。いや本当にもうすごい脅威やで、こんなもうパンパン振るの早いのに、もうどんだけ打ってくんねんっていうぐらいね、こいつはもうお猿さんかっていうぐらい、こいつはチンパンジーかっていうぐらいね、恐ろしい脅威を与えれると思うんですけどもね。ちょっと待って、これ意外と突っ込まれへんなこれ以上無駄に出ずしそうで、あれ以上近づかれんという怖さがありますけれども、まあそういう時はこの辺をぬりぬりしてインクアーマー貯めてからね行けばいいんちゃいますか。こうやって隠れながらちょっとやられへんように、しっかりやられへんように、あーいいですね、やられへんようにいいですねでインクおじいちゃんになることをね注意してくださいね。ほんでインクアーマー発動して、よし溜まったと、そうこれ溜まった時、これ溜まった時はもう見せ場やね。これ溜まった時がほらもう半端ないもうえぐいでしょ。もうこれがもうやばいねんて、これが必勝の強さですよ。もうガンガン行こう、まあ、1キルして1デスするような立ち回りをしてみたいなっていうところでありますね。これいけんちゃう、これワンチャン一回当たってたけど残念もね、まだチャップでしたね悲しみのですさあそれでもガンガン行きましょう。もうガンガン行こう。あれやんか、もうボンボンいけるしね、必戦強いからさ、あの復活時間短縮とかね多分いらないと思う。2回連続デスすることないんちゃうかっていうぐらいの恐ろしさや。これも多分空中で振れ、惜しい。あでも今のちょっとエムズレてなかったら確実にやられてましたね半端ないでしょ、これが強さなんですって。あれ、おるちゃんこの辺、おるちゃん、もうこういうことできねえな。もうとりあえずめちゃくちゃに振ってても、あの振るの早いからなんか勝てるもう勘で、大体の勘で振っててもね持っていける、それがまあ必須の良さなんですよ。ただあれやな、ほんまにエイムじゃなくて、あのインクがおじいちゃんになる確率が半端ないんで、そこだけ気をつけていただいてですね。これはい、ぬりぬり、はい、インクはまじゃないわ、クイックボムもありますよって、はい、インクがありません言うてインクおじいちゃんなんて直撃でやられるっていうね今のは悲しいですね塗ってるブラスターの人のところに自ら突ってデスしたみたいな、なんかそういう悲しいデスの方法やったんですけども、それはもうめげませんからね。ガンガン行ったっていいんですよ、ガンガンもう攻めるという言葉しか知らんから、この緑の悪魔はね、緑モンスター。ちょ、僕やりたいことあるね、これ空中、これね多分ね、あのジャンプ中に2振りでね倒せます、ほんまに。もうそれぐらいのね高性能な武器なんですって、この悪魔はね。でこれクイックボムもあるから、これ結局これ添えといたらいいんですよ、半端ないっしょ、やられたけどこれがもうガントツよ、もうガンガン前に行こうぜ。必戦イカ速 3.9 の強さなんですよ。もう強いというね言葉しか見当たれへん、ほんまにめちゃくちゃで、もう立ち回りもクソもありません、ガンガン前に行く、ただそれだけ。さあそれでは縁側河川敷でイカ速 3.9 神ギア必戦の力をまた皆さんに見ていただくというめちゃくちゃシンプルな動画でございます。さあ頑張っていきましょう、自分にナイス。さあガンガン前に行こうかな。もうローラーとかさ、敵の人のね一振りでこっちやられるけど、一振りする間にですねこっちの2振りが入ると思うんで、あの相打ちにはできると思います。もうそれぐらいやばいからもう必戦楽しすぎて、ほんまに鼻血出るわっていうぐらいですよ。ちょっとこれ潜伏とかしちゃったりして、もうこれ気づいた時にはもう、そんで一応ちょっと保険のインクアーマーつないどいて、ほんでこっちこうやって塗り塗り、あ、ちょっと待って
ナイスありがとうございます。じゃあなんか今ちょっと初心者の人なんじゃないのか出てきてたやん今の。ほんでポテトのロール話を聞いてたやん。それは気づかんかったからちょっとやられたしたけど、うーやばい。ちょっとヒステのいいライバルになりそうですね。ちょっと前に進んでこのバンバンバンってなぎ倒していく感じ、ちょっといいライバルおるわ、いいライバル敵の人に。ちょそれはねもうほんま真剣にちょっと僕も頑張らせていただいて、スーパーチャクチしてくるから。あれちょっと待って、いいライバルやと思ったけど、ちょっと待って、これなんか攻撃していいんかなって、迷うねんな。おいおいおい迷いは禁物やった。心に、僕の心に迷いができたらデスしたんや、金もうだけど。迷いはデスを招くやな。迷ったかんねん、コロコロしてるからちょっとんと思ったけど、あの人はもうあれプロの動きしてくる。それ覚えてこ。いやちょダイナモンスター、ちょっとこの人はもうなんかもうプリプリのなんか息のいい初心者の人かもしれませんね。そんなにはプンプンしておりますよ。ほんでですね、もう前にガンガン行くの楽しくてさ、もうガン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 振っちゃうからさ、圧倒的にインクがおじいちゃんになっちゃうんで、そこ気をつけとかなあかんけど、これダイヤモンスターこれどうなんやこれ。でも今日は僕も鬼にならなあかんって決めてんや。僕はもう鬼になるぞ。僕はおにぎりやと、自分はおにぎりやと思うよ。おにぎりやと、おにぎりや、うん、僕はおにぎりや、よし。わけわからんおにぎりってね、お腹すいたら言うことを言っときましょう。噛んでおりますけどね。あれちょっと待って、ローラーの人、ちょっと待って、ほんま これやばいねんって、このダイナマの人、これ大丈夫なんか、これいいやつなんか、これちょっとあれかな、コロコロ縛りとかで遊んでんのかな、コロコロコミックとかもしかしてなんか買いたいなみたいな、そんなノリでやってはんのかな。よっしゃ、オッケー。ちょっと待って、このローラーの人は半端ないから、この人はもうゴリゴリのちょっとコロコロしてるように見せかけてるけど、半端ない動きするって僕覚えてるから大丈夫やで。あれどこ行った、あそっちまで逃げていたかな。じゃあ僕もカーボの人そっちから行ってくれた。うーん、じゃあ僕はこっちからシューって行きましょうか。多分そろそろダイナモの人がぬりぬりぬりぬしてはると思うんで、じゃあ、 あれこれローラーの人かな。あ、この人、あ、この人。この人には気をつけなあかんねん。ちょっとお前、ローラーが一振りする間に必戦の二振り最強やと思ってたんですけど、待って、ローラーも半端なかったな。ちょっと攻撃力が、ちょっと待って、この人がやばいねんな。ちょっとコロコロしておいてもらって、僕はこの辺ぬりぬりぬりさせていただきましょうか。もうちょっとダイナモの人ね、ポコスカポコスカやりすぎたからね、お前ポコスカウォーズかみたいな感じになってません。なんかそんな感じのタイトルのゲームありましたよね。ちょっと間違えてる気するけどな。まあとりあえずインクアーマーでおじいちゃん、インクおじいちゃんを回避しましょう。スペシャル発動したらね、インクが回復するからさ、インクおじいちゃんになりませんやん。ほんまにもうそれせえへんかったら、クイックボム一発でもピュッて投げてみ、皆さん、もう一発でインクおじいちゃんになるから。ヤマチャップということはありますけれども、勝たせていただきました。もう本当にね、機動力がいいんでね、だいぶプレッシャーになると思う。おい、必戦やん、またこの必戦やんってなると思う。さあ最後は縁側河川敷で暴れて、きっちり今回の動画を締めくくっていきたいと思います。さあ頑張っていきましょうか。もう僕はね、ぬりぬりぬりぬして、でキルも頑張ることも大事やねん。その2つ頑張りつつ、もう一番はいかに前に出て敵の人にプレッシャーをかけるかという、もう必戦やんみたいな、そのプレッシャーをかけることがこのミドルチームのね、勝利につながってると思うわけなんですよ。だからもうガンガン行こう。ほんでこうちょっとチューンってまったりしてね、多分来ると思うんで、こうやってこそこ、あ、ちょっと待って、賢いぞ、賢い賢い、あ、俺降りてきやった降りてきやった、ちょっと待って、上から来るんかという、そういうなんか素晴らしいことしてくるかと思ったが、ちょっとほんまちょっと翻弄されたね、今のはほんまに危なかった。ナイス。なんで気づいてませんからね、ここの方ね。でこういうことができるわけなんですね、素晴らしい強さですね。必戦やっぱやばいでしょ、ほんまに強いんですって。もうなんやろな、縦横無尽です。もう風武器よ、風のように待ってますからね。僕はもうあれやんか、ゼルダの伝説風のタップとかっていうぐらい、ほらもう風のように待ってるから、ほんまに半端ないやん今の。ほんまやられたけど。ジェットスイーパーという射程の暴力を忘れてましたけども、そっちが射程の暴力で来るには、こっちは振りの暴力がありますからね。この振りの暴力でガンガン行こう。で味方のとこ飛ばしていただいて、はい、ありがとうございます。この辺は大丈夫かな。なるほどなるほどなるほど、うん、一回帰ろう。ちょっとやばい気がしたんで帰ってきましょうか。よう見たらそうか、ジェットスイーパーとバレルスティナーか、ちょ半端ないですね、あの射程ヤバヤバコンビが。お、なんか見てたぞ今。危ない、普通にやられる。でもこれもしっかり見て、あ、待って、これやねん、これな、これやねん、インクおじいちゃんなんねんって、ほんま、今のもったいないで、キルできたとこやった、ほんまに、せっかく僕の大事なキルが、ほんまに、インクがおじいちゃんに阻まれた。今日、敬老の日ちゃうでってことで、クイックモードでこれ一緒に倒せちゃうか、これ、アシストキル入れちゃう、入らなかった、惜しいなー、ナイスをしようか、でも俺やろ、オッケー、倒してくれて、ありがとうございます。さあ、インクアーマーが溜まったんで、ちょっとどこで調子乗ろうかな、みたいな感じで。見てるわけなんですけれども、うわ、おったな、そこにな。よしよし、ここでちょっと一回発動して調子乗らせていただきましょう。はいはい。ほい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 。はい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 。はい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 。完璧でしょ。
でも本当強いですよね。もう適当に、まあ、その辺に両周り見て、イカ速でダッシュで詰めるとこを詰めて、こういうとことか塗っといたらね、勝てるんですよ。こういう微妙なとこ、微妙に塗られててやばいんですよ。ちょっと待って、ちょっとぼーっとしすぎた今の。ぼーっとしすぎて反応遅れた。まあやっぱりね、それぐらい気が抜けるぐらいね、あの安心して使える武器、それが必須なんですよ。ほんま安心できねんって、ほんまなんかほんえめっちゃ安心できねんけどみたいな。あ待ってて、エイムおじいちゃんなってないこれ。でもこれも勝てるから、これ あの人もおじいちゃんなってたぞ。今ローラーの人もおじいちゃんなってた。インクおじいちゃんバトルですね。これは素晴らしいおじいちゃんバトルが繰り広げられましたけれども、僕はぬり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 するという簡単な戦い。待って、また来てたで、危なかったん。チャップ気抜いたか、めっちゃスピナーのチャージをする。なんかスヤーンってすごい音してた。これご両者いけるかな。あー無理やな、そこ僕イカでいかれへんもんな。あ、死んだ。いけるかなと思って、ちょっとひょっこり判定したな、ほんまに。チャップリ判定になっちゃったんでね。悲しい限りですけれども、まあ強いですね。何も考えんでいいです、本当に。もう適当に、はい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 って、もう土壌すくいみたいな感じ、必戦すくいですよ。はい、えんやこーらえんやこーらえんやこーら言って、ね、適当に振っといたら濡れるしキルも取れる。でもね、そうやってえんやこーや言うてね、爆発したように振ってたらインクがめっちゃおじいちゃんになるんでね、クイックボーンはもうあんま使わん方がいいかもしれません。イカ速3.9すんやったらもう必戦バシャ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 振りまくって、インクアーマーでインク回復して敵の人をねダウンさせる。これ最強。2発当たってないという衝撃、これ溜まった時がほらもう半端ない。これいけんじゃん、これワンちゃん、おるちゃんこの辺、おるちゃん、はい、ぬりぬりインク、これ結局もう添えといたらいいんですよ。ちょっと潜伏とかしちゃったりして、こっちこうやってぬりぬり、あ、ちょっと待って、ちょっと初心者の人なんじゃないの感出てきてたやん今の。迷うねんな。おいそれもてこ、いやちょダイナモンスター、ちょっとそこ気をつけとかなあかんけど、これダイナモンスター、これどうなんや、これ自分はおにぎりやと思うよ、おにぎりやいいやつなんかこれ、ちょっとそんなノリでやってはんのかな。よっしゃ、オッケー、ローラーの人かな。あ、これだ、この人素晴らしいことしてくるかと思ったら、ちょっとほんまちょっと翻弄されたね。こういうことができるわけなんですね。ほら、もう風のように舞ってるから、ほんまに半端ないやん今の。ほいほい、はい、微妙に乗られててやばいんですよ。ちょっと待って、あー無理やな、そこ僕行かれへんもんな。